マウリシオマクリ前大統領。第二次大戦後、歴代政権の放漫財政によって起こされた、度重なる危機や2001年の返済不履行に続いて、2010年代後半、またも通貨危機が発生し、米ドルに対してアルゼンチンペソが暴落した。状況は2019年も継続し、ペソを安定的に運営するため、 アルゼンチン中央銀行による為替への準備介入、国際通貨基金による金融救済プログラムなどの対抗策が取られたが、アルゼンチン実体経済の低下、インフレ率の大幅な増加、貧困と失業、食料問題の急増など、国民生活に大きなマイナスの影響をもたらしている。二0十五年十二月十七日、マウリシオマクリの大統領就任から一週間後、 為替レートが自由化され、1ドル当たり9.83から13.95ペソへと42%の下落を経験した。これは2002年以降最大の下げ幅であり、実質為替レートは政府管理下に置かれた。しかし勢いは止まらず、2017年7月に1ドル17.66ペソ、2018年5月に1ドル24ペソ、 2018年8月末に1ドル当たり40ペソとなり、大統領就任以来304%の下落を記録した。さらに下落は進み、2019年10月末には59.4ペソとなった。フェデリコ・スターツェネンカー率いる中央銀行は、2016年の最初の9ヶ月間、債券、ラバックスを発行し、1000億ドルを超える負債利子へと割り当てた。 これに伴い累積債務は1月のマネタリーベース57%から同年9月には88%と悪化した。国際金融企業 CPA の報告によると中央銀行が実施した金融政策は2016年1月以来国家に4190億ペソ以上を広告に負担させている。ラバックスの累積債務に伴う純財政赤字は9000億ペソ、 数ヶ月後には1.2兆ペソへと増加し、国家 GDP の14%に当たる額となった。経緯詳細は、アルゼンチン経済の歴史参照。2017年、アルゼンチンの対外赤字は310億ドルで、世界ワースト3位、財政赤字は、チュニジア、セネガル、エジプト、パナマに次いで5位、形状赤字では、ワースト5位となり、双子の赤字に関して、ワースト4位となった。 また、ペソの下落に伴い、世界で最もインフレ率の高い国の一つとなった。金利面でも、イランの18%、エジプト16.8%を超え世界最大、成長率は鈍化し、ナイジェリアとブラジルに次ぐ、低成長国となった。1992年以来、ドルが、ここまでに高騰したことはなかった。2018年5月。 ラテンアメリカの通貨はいずれも下落に見舞われたが、とりわけアルゼンチンの通貨は強い煽りを受けた。その後、マクリ政権は過去最大の公共料金値上げを断行した。さらに、マクリ政権下の2年半で最低月額賃金は34.8%下落した。マクリが政権につく1ヶ月前、最低月額賃金は約600ドルだったが、 マクリ就任後400ドルに2018年5月には384ドルにまで下がり続けた。マクリ大統領就任以来1億4829万ドルの債務を累積させ2016年から2018年の期間においてアルゼンチンは世界最大の債務国へと転落した。フェデリコスター年間前中央銀行総裁通貨危機のただ中で突如 辞任した。2018年6月、ペソ下落に対し、阿国中央銀行総裁、スターツェネッガーは、金利引上げと外貨準備の売却を組み合わせた。しかし、ドルは、中央銀行の処置に影響されないまま、記録的な段階にまで上り詰めた。2018年1年間のみでドルはペソに対して50%以上値上がりした。 財務省の負債利子はわずか1年で倍増、通貨下落により、中央銀行は総額540億ドル以上の損失を出し、指標金利を40%に設定した。スターツェネッカーは年間24%から40%程度までの為替レートの段階的な低下を約束した後、中央銀行が為替市場に介入して5日後に6億5000万ドル以上を 売ることはないと述べ、過労死でてツの流れを食い止めた。だが、すぐにペソは、史上最安値を更新、金利は、過去最高の40%に設定された。2018年、米国の安全保障取引委員会は、アルゼンチン経済を、超インフレと査定している。2018年6月14日、スターツェネッカーは、通貨危機のただ中、インフレ対処法。 処置効率をめぐる論争と国民からの信頼喪失により突如辞任した。任期中2ヶ月で85億ドルもの準備金が費やされ IMF へ500億ドルもの財政支援が要請された。2018年8月末再建と株の急激な低下700ポイントの国家リスクの増加さらに1ドルが40ペソを超え通貨金融 株式市場は危機に瀕した。これに準備金の巨額流出、株の下落、再建の破綻が加わった。アルゼンチン政府はさらに金利を20%引き上げ、世界最高水準の60%とした。にもかかわらず、政府の市場安定の試みに実質的な成果はないに等しく、閣僚のマルコスペーニャの市場を落ち着かせようとする。 発言の数分後でさえ再びドルは上昇を続けた。2018年、アルゼンチンペソは2番目に低い新興国通貨として位置づけられた。9月1日、通貨危機の結果、格付け機関スタンダードプアは債務格付けを引き下げた。2018年初頭以来、480万人が貧困層へと転落した。国民全体における、 貧困の比率は24%から36%へと増加した。アルゼンチンの給与がドル建てで崩壊し、社会の様々な層から政府に対する不信と不満が生じた。最低月額賃金はラテンアメリカの他国と比較した場合、2015年末から急激に下落したものの当時589ドルと最高の最低月額賃金を記録していた。 危機から2年半後、賃金は半額以下となる263ドルとなり、7位に後退した。同時に IMF の救済プログラムが始まって、以来、投資されたドルの2、3を超える550億ドルを超える資本投費に直面した。国際金融企業インデックの推定によれば、投費はピーク時において前年比で192.6%急増し、 682億900万ドルにまで達した。公的債務は急増し、2015年 GDP 比の52.6%だった。債務比率は2018年の第3四半期に GDP のほぼ95%に達した。2018年、ウォール街でのアルゼンチン株は最大70%崩壊した。2019年有価データによれば、 2019年はじめ10人中3人の子供と青少年の食事摂取量が2018年より減少し、全子供と青少年のおよそ13%以上が空腹にさらされた。2018年、貧困の増加に伴って2歳から17歳にわたる年齢層の51.7%に食料危機が広まった。阿国防大学の研究によれば2018年、 連邦首都とブエノスアイレスの住民の半数が食事を減らしたことを明らかにした。2018年9月、国連特別報告者であるヒラル・エルバーは400万人のアルゼンチン人が深刻な食料を不安に直面し、飢えていると警告する報告を書いた。2018年、アルゼンチンは国際会計基準審議会の国際会計基準29により、 超インフレ経済圏と査定された。2019年8月28日、政府は4つの短期財務法案により支払いを一方的に延期するとともに、アルゼンチン法と外国の法律の両方で、財務証券の債権者へ支払い条件の強制延期を提案した。政府は存在しない単語を使って、この処置を命名したが、多くの専門家は、この処置を 選択的デフォルトとして特徴づけている。ありがとうございます。